うわー、兵士たちがいる。これ見つかっちゃダメなやつらかな、みんな。うわ、全然わからん。門を開けよ。わからん。前もなんか同じような、これを使ってたわけだよな。これは門なんじゃないか、じゃあ。門は開かない、みたいな感じだったのが、門を開けよ、になった。扉。家庭ね。ちょっと家庭です。チラチラ。門を閉めろ、でしょ次は。これこのまま行ったらさすがにダメかな。あ、ダメだダメだ。なんか見つかっちゃダメモードになってる。門を閉めろ言われないな。うん、後で入れますね。なんだこれ。入れるね。なんかキラリーンって。トカゲ。見ます。うわぁ。いっぱいある。めっちゃいっぱいある。あ、でもそんなに増えてないな。え？あ、兵士は死を愛さない。兵士は死を、死は兵士を愛す。あ、これが対応してるってことかな。え？じゃあ兵士はなのか。それだったらどんなに簡単なことか。今度は兵士の言葉の、解読が進んでいない状況でも言葉の中には多言語の言葉と同じ意味を持っていると類推できる兵器があります。原文を解読できなくても多言語を参照して単語を類推できれば解読したとみなされます。はあ。あ、そう。であれば、これと対応したものを多分書けってことなのだろうな。ということでいいのだろうか。兵士は、ちょっと一旦対応してみ、対応しているものを、ああ、ちょっと待って。対応しているものをちょっと当てはめていってみよう。対応しているかどうかわかんないけど。これが死になるか？いや、合ってないわけだ。合ってないわけですか。うん、全く同じように入れたと思うんだけどな。そもそも文法が違うと考えた方がいいかな。そうなると、愛するって文字が両方に含まれてるから、うん、どっちにも含まれてる言葉が愛するだと考えた方がいいんだけど、いくつかあるな。兵士と死と愛すっていう文字が、多分混在しているっぽい。兵士、死、アイス。あとは否定形と？なかなかこのままだと難しいな。うん、もうちょっと情報が欲しいな。いけないみたいだな。何か道具が必要らしい。柱を倒すためのテコみたいなものがいるのかな。いや気になる。あ、なんか下に落ちてない？よく見たら。え？槍。槍を拾って？これをはめるのか。ん？槍を拾ってどうする？槍持ってきましたけど。またここをちょっと起動してみたけど、これ全然わかんないんだよな。この点々が。あ、第二階層っぽい。あ、ワープできるんじゃない？これもしかして。ワープできるもしかして。うわ、ワープした。移動装置だ。全然気づかなかった。そういうこともできると。
いいじゃん。で、これは何なんだろう。残り何個あるかみたいなことかな。ああ、これらがね。やっぱりこれ、話し合えるようにするんだ。さっきと同じか？いや、違うな。新しい言語だ、これ。わからぬ。これじゃ。対応するの入れよってことなんだろうけど。否定する愛。だから、愛さない。難しいぞ、マジで。愛さない。死を。だから、死がこれ、これかな？死がこれ。で、兵士は、し、愛さない死を。兵士は、愛さない兵士。あ、これが複数形なのかもしれない。ぐにゃぐにゃが複数形で、これが兵士。あ、なんか剣持ってるように見えるもんな、確かに。来た。来た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 。文法が違うんだ。なんと、難しいな。否定形で、ではない、愛する。扉。扉じゃないよ、これ。ごめん、扉って書いたけど。これ扉じゃない。これ複数形。ってことだと思う。兵士たちは愛さない死をっていう並びなんだ。で、この槍持ってったらさっきの柱に何かインタラクトできるのかな。さすが関係ないか。さすがに関係ないか。ここに槍をさ、ドスッと刺して。いける。倒れろ。ってやることにより、ドン。もう通れるようになった。本当にここのしか道はないんだろうか。まあいいや。なんか通れるっぽいし、こう取っていこう。おー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 、いっぱいいるね。すごいな。ラピュタの一心みたい。おー、なんだ？兵士たちにも追い求めるものがあるというのか。兵士。兵士が、なんだろうな。カクカクな字ばっかりだな。兵士は。なんか喋ったりする？あ、ここにもあるな。なんだこれ。神じゃないのか。国か？兵士、止まれ！これ止まれだな。あ、違う違う、これじゃない。これではない。似てるな。なんか形が。止まれ。ってことだと思うから、これは湯気っぽいけどな。あ、そうだ、進めだな。進め。あ、もう、いけそうじゃん。行け。止まれ。で、これ複数形がこれだね。よし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 。待つ。行く。複数形を示す単語。OK。完璧。面白いな。文法まで変わってくるんだね。なるほどね。そりゃそうだよな。文章構造が変わっているね。どこなんですか、ここは。もうよくわかりません。トカゲちゃんが、ちょっと怖いかも。目が怖え。おっと、どこだ俺は。今、どこにいんだ。俺はどこにいんだ。あ、そこにいたのか。全然見えんかった。これなんだろうな。とりあえずこっち行ってみるか。なんかいろいろ行くとこあるな。逆サイド！おっと？なんか奴隷みたいな装置が。おい。ハムスターの装置。ガラ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 。これ楽だわい。
お。うわー、なんか異常した。あー、その力でってこと。よし。何何楽器持ってるけど。さっきのやつが、ちょ、メモが欲しい。いや、これメモった方がいいなぁ。で、もう一度やると、棒を一回転するってことでしょ？いや、これはわからん。ちょっとメモ帳も用意しました。おぉ、もうなんか出てきた。始めたら。あれ、なんで？わからんて。え？守る。守るって感じだな、これ。悪魔。音楽。まだなんとなくわかってるけど、ちょっと編集しながらどれがどれなのか考えてたから。まだ一回転してないんじゃないかな。兵士が何かを持ってるんだよな、これ。なんだろう。あれ？戻ってきたな。あ、120度回ってたのか。兵士が民を止めてんだけど、これが多分、下の者たちってことなんじゃないのかな。兵士が、学士を守ってるのかな。これはシールドなのかもしれない。ってなると、守るっていう字はこれじゃないかも。悪魔がさっきの奴らなのかな。ってこと考えると、これが悪魔か。ってことは、守るのがこれで、今あるこれ、学士みたいなのが、これってことかな。よし。守る。先民。この琴持ってる人が先民。悪魔。兵士たちのところだからなんか、そんなじゃないかなと思ったけど、宗教色がまだ強いな、ここも。こっちに行ってみよう。シューになってますけど。ちょっと寝起きで、テンション低めですけど、よろしくお願いします。まあでも、それくらいでいいっしょ。なるほどね。どっちに抜けようとして、ここに抜けたいのか。真後ろについていくようにしていけば大丈夫そうだな。全部こっちを見てない人たちが。ここに抜ければいいよね。やばい、そろそろ行け。ここに隠れて、もう行っちゃえるな、多分。レッツゴー。いいと思います。おー、隠れんぼが多くなってきたな。これもバレそうだから、ちょっと。右向け、右みたいなのないっすか？大丈夫。ついてけ、ついてけ。そろそろついてけ、ついてけ。うわ、あそこにいるな。逆にあいつらに紛れた方がいいのかな。そういうことかもしれん。ほい。めちゃくちゃ厳しいけど。で、これをカーンってやるとどうなるんだろう。ちょっと今やっちゃっていいものかどうか。どうなるんだ。あ、逆になるのかな。え？こっちに行けってこと？うわわわわ。で、こっちかな。これ、隠れられてるのかな？おそらく。今だ。ダメじゃね？逆に向いてないと。危ない！ギリギリ。ギリギリ。ゲージたまらんかった。あぶね。ほんで？どこ行けんいいな、わし。やべ、こっちじゃなかったかも。あ、ちゃ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 ーの、ちゃ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 ーの、ちゃちゃちゃか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 、わーい。こういうことか。あれ、逆走は良くなかったらしい。これ行けない？行けた行けた。ん？しかし、こっから先。ダメだー！チャカ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 。わあ、ダメだ。いけません。
なるほど。えい、止まれ。兵士よ、止まれ。あ、今のうちに行こう。大丈夫かな。ギリギリです。バルーン、兵士を進め。 OK。 おっと、なんだこれ。これ移動できるやつだな。担架みたいな、トロッコみたいな役割を持ってるやつに違いない。これ見えないですか。大丈夫ですか。おっと、そこにあるな。ちょっとどこ行くね。これをなんかできるんじゃないか。ん？ソウル。なんか乗せるみたいな。ここにもカラカラのやつがあるな。カラ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 。あ、兵士？なんだこれ。なんかいろいろ出てきた。これ？これも見たことあるんだよな、これ。これもあったよな。悪魔を、兵が悪魔を、とどめるみたいな。これ止めるみたいなことじゃないのかな。多分。これが多分、車みたいなことかな。荷台みたいなことかな。なんか荷物がこれだったのかな。なんか担いでたんだよな。これを。ちょっと見たい。ああ、ほら、これかも。ちょっとメモしたかったな。これがこれっぽいよね。いや、違うか。下ろす。荷物を持つみたいなやつはね、多分ね、これを持ってたんだよな。荷物を持って、下ろせみたいなことか。あ、バカ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 。違う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 ねん、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。ちょっと見たかったんや。ここ見ればよかったな。お前も荷物を持て。持つ。えい。荷物を持つところまではこれなんだ。行く。ちょっと待て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 。あ、複数形が荷物にかかってるな。ギザギザなやつが複数形で、その後ろのやつに多分かかってると思うから、これが荷物なんだと思うんだよね。で、荷物を運び入れろみたいな。下ろすのがこれっぽいね。ってなると、これが下ろすであり、ほんで、荷物がこれだな。で、これは押すやつだから、ちょっと違うっぽい。トロッコがどれなんだろう。この上と下、気になるな。いや、荷物じゃない、これ。持ち上げるのが、これなのかな。ちょっと過去のやつ見たいんだけど。これは？兵士よ、トロッコを押せみたいなことを言ってるような気がするな。ってことはこれが押すなのかな。押す、押すか、本当に本当に押すか。ひょいだからこれの逆っぽいけどな。これとか、うん、運ぶ、処理する、置く、押す。なるほど。これ荷台っぽいな。荷台っていうか、なんつうの、まあ荷台でいいか。で、これが物資と見た。まだちょっとわかんない。
とりあえず抜けられそうだからこっち抜けてみるか。船があるな。謎の。ここには敵はいないのだろうか。おお、なんか上の人が。これ上げてみたらどうなる。カチャ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 。上げましたけども。あ、ここに隠れろってことなのかな。あ、なんかここにもあるな。複数形の T。なんだこれ。壺っぽいね。これ壺かな？いや、まあわかんないけど。なんか壺みたいなのがあるから。壺たち。壺図ってことでしょ？これは何だろう。あ、ここに隠れましょう。で、この裏に多分。いや、隠れられないのかな。いや、違うっぽいな。何だろう。やば。なんで見つかるねん、それで。でで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 。逃げきれー。にゃー。ダメだった。結局あの荷物は何だったんだろう。こっちは何もないのかな。こっちって道あった。一応あるな。もう一つ荷物がある。ちょっと待って。あ、これは箱だな。物資。壺。これ何かできる。これは何だろう。もう一個持ってこう。なんかは知らないけど。誰も振り向かないでくれ。まだ振り向かんといて。さらにもう一個持ってくってことなのかな。武器かな？なんだろうあれ。でも何とも言えないな。ここに置く。さらに置いて。これで隠れるところを作ったってことだろう。これが箱っぽい。で、これ、瓶がこれっぽい。え？何これ？大人と子供ってことかな？そんなのあった大人と子供ってこと？普通に考えてこれとこれぐらいしか今のところ入れるのがないから。これ上の方、これ下の方。それとも逆かな？ちょっと、缶みたいな、ちょっと申し訳ないけど。大きいってことなんだ。小さい。瓶で箱であると。ほい。パッパッパ。ということね。高さが足りなかったっていうことね。なんかぶつけてなかった。大丈夫。よし、抜けた。うわ。こりゃ大変だ。なんかいろんなところ隠れられそうではあるが、ちょっとインタラクトできる場所は今のところないみたい。ここら辺だったらいけるんじゃない。これ何なんだろう。やば、もうダメだ。ポポロポポポロポポロポポロポポポロポポ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